私は遺伝学研究所で研究している研究者なんですけれども、ここに示しました、ゼブラフィッシュという魚を使った研究での研究しています。今日は私たちの研究について少しご紹介させていただけたらと思っています。で、私たちの普段の生活でいろいろな感覚情報っていうのを受け取っています。それは目で見ることであったり、耳で聞いたり、音を聞いたり、鼻で匂いを嗅ぎ取ったり、口で味を感じたり、手や足で何かを触ったりするといういわゆる五感というものを通して感覚、環境中の刺激というのを感じ取っています。で、多くの場合こういったこの感覚情報っていうのは何らかの行動、反応や行動を引き起こします。例えば何かを見てすごく眩しいと思ったら目を閉じたり、なんか危険な音を聞いたら逃げようと思ったりとか、何かその環境中の刺激に対して反応して行動するっていうことをします。で、これっていうのはとても私たちの日常生活に大事なことであって、こういう行動というかいや反応ができないと非常に日常生活で非常に困ったことが起こるということをご想像できると思います。で、どうやってこういった反応を行っているのかというと、それが脳の働きになります。で、今日はこの脳のお話をしたいと思っています。まず今日初めにその脳がどういった働きを持っているのかということについてまずお話しした後で、私たちが使っている透明な魚ゼブラフィッシュを使った脳の研究について次にお話しします。で、最後にそのゼブラフィッシュを使った私たちの研究で動きの視覚をどうやって読み取っているのかという研究についてお話しさせていただきたいと思っています。まず私たちはその視覚、目で見た情報をどうやって脳が受け取って、どうやって適切な行動を生み出しているのかということについて研究をしています。で、ここにご覧にいただいているのは、サッカーの試合でサッカーのゴールキーパーがボールを取ろうという行動をまさに起こそうとしているところです。で、こういう状況ではこのボールという視覚情報を受け取ることによって、それを脳で読み取って、また情報を処理することによって最終的に手を伸ばしてボールを取るという行動に変換する必要があるわけです。で、私たちはこの脳が一体どうやってこのボールっていう視覚情報をボールを取るっていう行動に変換しているのか、それを置き換えて読み取って置き換えているのかということについて研究を行っています。まずはじめにそもそも脳はどういうものかということをまず簡単にご説明したいと思います。で、これは私たちの頭の中に入っている脳です。で、この脳というのは拡大してみると、いろいろなたくさんの細胞というものから成り立っています。で、細胞というのはその基本的な最小の構成単位で、脳の場合はそれらの細胞を神経細胞あるいはニューロンと呼んでいます。で、この神経細胞なんですけれども、こうやってつながっています。で、この神経細胞は2種類の突起を持っていて、一つは樹状突起と呼ばれる突起で信号を受け取る方の突起、そしてもう一つが軸索と呼ばれる突起で、こちらは信号を受け渡す方の突起です。ですので、この神経細胞の中では樹状突起で受け取った信号が電気的に軸索を通って伝達されています。では、この神経細胞とまた次の神経細胞の間にも連絡があります。で、これがシナプスと呼ばれる構造です。で、シナプスを拡大してみると、このように軸索と次の細胞の樹状突起が近くに接していて、その間をシグナルを伝達する物質、神経伝達物質と呼ばれるものですけれども、それが放出されて、この次の樹状突起に受け渡されることによって、ここで信号のやり取りが起こるということが知られています。ですので、このような仕組みを介して情報の
流れが神経細胞から次の神経細胞、次の神経細胞というふうにどんどんと伝わっていくという構造をしています。で、脳の数、まあ脳の複雑さについて少しお話ししたいと思います。で、人の脳、人の私たちの脳にはその構成単位の神経細胞っていうのが数とすると1000億個あるというふうに言われています。で、1000億個っていうとすごく大きい数だっていうのはわかるんですけれど、どれぐらい大きい数かっていうのを結構想像つかないんじゃないかなと思うんですね。で、比較としてみると、世界中にいる人口、世界人口が約70億人というふうに今言われているので、その世界人口の約10倍以上のものが私たちの脳には詰まっている。そういうような想像をしていただければいいのかなと思います。で、さらにこの神経細胞がお互いに連絡を取っているという話をしました。で、この、その連絡の部位をシナプスと呼んでいるんですけれども、それは一つだけではないですね。で、このシナプスという連絡部位は、一個の神経細胞あたり数千個あるというふうに言われています。なので、非常に多くの神経細胞同士がコミュニケーションをとっているというふうに考えられます。で、これを例えてみると、皆さん、ソーシャルネットワーク、SNS やってらっしゃる方結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、それでお友達の数とかフォロワーの数あると思うんですけれども、これで数千っていうと結構な数だと思うんですね。っていうようなその大きな一つの人で言うと、一人の人で言うと数千人の人と連絡を取るような、そういう非常に密なネットワークを作っているっていうふうに例えることができるかなと思います。で、まとめますと、この私たちの脳っていうのは非常に大きな数の構成要素から成り立っていて、それらがお互いに連絡を取り合うことによって非常に複雑なネットワークを作っているというものなのです。で、とってもその脳っていうのは複雑なんですけども、非常にその脳の働きを解き明かす、機能を解き明かすということは重要だっていうふうに言われています。で、これはその脳科学はグランドチャレンジっていうふうに言われていて、その難しい問題ですけども、とっても重要な問題というふうに言われていて、ここに挙げましたように、いろいろな国家プロジェクトが、今進行しています。例えばアメリカのブレインイニシアチブでは、その前アメリカ大統領のオバマ大統領が、提案した国家プロジェクトであったり、ヨーロッパではヒューマンブレインプロジェクト、日本でも脳科学研究戦略推進プログラム、脳プロと呼ばれるものが今まさに走っているところです。そしてその目標としては、その人の脳の働きを理解するということ、さらにはその脳や精神疾患の克服、解明ということを目標に、今まさに盛んに研究が行われている分野です。で、ここからその人の脳っていうのをまだこれまでお話ししてきたんですけれども、私たちが研究に使っている魚の脳についてお話ししたいと思います。で、私たちはその人の脳を研究しているのではなくて、このゼブラフィッシュという熱帯魚を使って研究しています。で、ゼブラフィッシュはもともとインドが原産の魚で、長さは体長3センチぐらいなので、皆さんメダカはよくご存知だと思うんですけれども、メダカと同じぐらいの小さい魚です。で、ご覧のようにしましまのゼブラ柄の、体表、その表面のパターンを持っているのでゼブラフィッシュと呼ばれています。で、こちらが私たちがゼブラフィッシュを飼育している遺伝犬の、魚の飼育施設になります。で、遺伝犬では私たちの研究グループを含めて3研究室がゼブラフィッシュを使って研究を行っています。で、このようにちっちゃい魚が元気よくこの水槽で泳いでいるという感じで、こういうふうに普段、飼育をしています。それで次に、モデル生物
ということにちょっとついてお話ししたいと思います。生物の研究ではいろいろな生物種を使ってそれらが代表選手として使われて、いろいろな研究 の解明の推進に役立っています。で、遺伝研でもここに挙げました動物モデル生物、それ以外のもありますけれども、いろいろなのモデル生物を使って研究をしています。で、それぞれのモデル生物にはそれぞれの有利な点があって、例えば、次に私の次にお話しされる斉藤先生はこの小錠梅を使って研究をしています。で、大きく2つに分けることができて、その背骨を持った脊椎動物というものと背骨を持たない無脊椎動物というふうに大きく分かれます。それで私たちが今研究に使っているゼブラフィッシュというのは脊椎動物の仲間に入って、でその中でも最もシンプルな、生物と言えることが、言うことができると思います。で、私たちが使っているのはそのゼブラフィッシュの赤ちゃん稚魚になります。で、大人の段階ではそのしましまがあったり、かなりこの色素があって全然透明じゃないかって言われると思うんですけれども、稚魚を見てみます。まずその大人の魚が交配をすることによって卵を産みます。で、こちらが受精した後の卵になります。で、それが5日ほど経つとこのような稚魚になります。で、これ魚を横から見たものですけど、ここに目があって、こっちが、尻尾で、ここが脳になります。で、これを上から見るとこういうふうに見えて、こちら2つの目があって、ここの辺が脳になるんですけども、ご覧のように脳がとっても透明なんですね。で、透明な脳っていうのは何がいいかというと、その顕微鏡で脳をそのまま全部丸ごと観察できるということが非常に有利な点になります。で、このサイズというのも注目していただきたいんですけど、この稚魚の大きさは4ミリで、4ミリっていうとお米粒ぐらいなんですね。なのですごくちっちゃい魚で、その透明な脳っていうのを、私たちは研究材料にして、日々研究を行っています。で、その脳の大きさについて一度考えてみたい、見てみたいんですけれども、これ私たちの人の脳です。で、その大きさを保ったまま、まずじゃあマウスの脳の大きさを見てみましょう。そうするとこれです。結構小さいですよね。で、ゼブラフィッシュの脳、これです。見えないですよね。なので拡大すると、マウスの中のここの黒いところがゼブラフィッシュの脳になります。なので本当に小さい脳を持っているので、このぐらい小さければその顕微鏡でやっぱり全て見えるという、そういう利点があります。で、神経細胞の数で言ってみるとどうでしょう。そうすると人はさっきも言ったんですけれども、約1000億個で、世界人口の約10倍以上のものがこの私たちの脳の中に集まっているということを言いました。で、ゼブラフィッシュは約10万個って言われています。そうするとこの数というのは私たち遺伝研がある静岡県三島市の人口と一緒です。なのでかなりもう、絞られた数になってきます。で、私たちはその単純で小さいっていうこのゼブラフィッシュの脳をこの利点として、その利点を生かして研究を日々行っています。今まとめますと、このゼブラフィッシュっていうのは脳が小型でシンプル で透明 で脊椎動物の仲間に属しているので、私たち その仕組みと近い、と考えられます。で、他にちょっと説明し、今日は割愛させていただきましたけれども、遺伝学ツールが発達していることや、また目が非常に発達している、視覚でいろいろな行動をするということがありますので、私たちはこの視覚の研究にはゼブラフィッシュは本当にいいモデルだというふうに考えています。じゃあどういういいのか、どういうことがいいのか、どういうふうにいいのかっていうのを皆さんに、一度目で見て
感じてもらいたいなと思っています。でこれはその小型で透明なゼブラフィッシュの稚魚をいろいろな脳領域に特異的なものを特異的に染める、そういったものをどんどん人工的に重ねていったムービーです。そうすると脳の全てというところがまず見えます。でいろいろな部分っていう脳の部分というのがあるんですけれども、それぞれを別々にラベルすることもできますし、とにかく観察が全部できるというそういった利点があります。で 今お示ししたのはその私たちが固定して魚をもう固定した状態で見たものですけれども、実は生きたままのゼブラフィッシュを観察するということも非常に適しています。だってもうそれは本当に簡単で、この生きたままのゼブラフィッシュに、まあ、そのままだとその見える神経、例えば神経がどこで活動しているのかっていうことを見たい場合に、そのままではもちろんそのどこが活動しているのかっていうのを見ることはできないんですけれども、神経活動を見ることができる特殊な物質っていうのをあらかじめゼブラフィッシュに発現するようにしておいて、でさらにライトシート顕微鏡や二光子顕微鏡といった特殊な顕微鏡を使うことによって、実はその生きたままの個体の神経活動を見ることができます。詳しいことについてはちょっとポスターでもお話ししようと思うので、興味のある方は後ほどポスターに来られてください。こうするとどうなる、どういうことがわかるかというと、ここの赤くチカチカしているのが神経活動が上がった場所です。そうするとこのゼブラフィッシュの脳のどこでいつ神経細胞が活動したかということを目で見ることができるわけです。というわけで、そのゼブラフィッシュっていうのはすごく神経の研究に非常に良いモデルであるというふうに私たちは考えています。で、次に移りたいと思うんですけれども、私たちの研究で分かってきた、そのどうやって目で動きを感じてそれに合わせて行動を調節するのかということのという研究について、ちょっと最後にお話ししたいと思います。これから一つムービーをお見せしようと思います。でこれは遺伝研の敷地内で私が撮ったものなんですけれども、まずこのムービーを見ていただいて、私がどうやって撮ったかっていうのを想像していただきたいと思います。簡単ですよね。これはどうやって撮ったかっていうと、スマートフォンを持ってこうクーッと回転して撮ったっていうふうに皆さんをご想像されたのじゃないかなと思います。でなんで分かったかというと、その体が動くことによって視野っていうのはその動きとは反対側に相対的にずれます。でそれはその視覚情報として目に映るわけです。ですのでその体が動くことによって視野が動く、でその視覚情報を見ることで、あどっち側に動いてたのかなとか、どういうスピードで動いてたのかなというふうに感じることができるわけです。今まさにこの状況で皆さんが見た情報っていうのは視覚だけですよね。その映像という視覚の刺激だけで、自分がどう動いてた、その撮影者がどう動いてたかっていうのを推定することができるわけです。まさに視覚が脳で読み取られて、それを自分の中でそのどういうふうに動いてたかということを再構成する、そういうことが起こっていたと思います。で実際こういったその視野が動くっていう時には、結構日常生活でいろいろあるんですけれども、その時って実は目も動いてるんですね。それを次のムービーでお示ししたいと思います。これはある被験者さんがここの、視覚刺激を見ています。で後でこれ再生しますけれども、これは紐のようなものでしましまが書かれています。
で、このムービーでは、このテストでは、この島を上下方向に動かします。そうすると、この被験者さんの目を見ていただいて、どう動くかというのに注目していただきたいと思います。今、上側に動かしました。下側。で、上側。で、こうやって目でその動きを追っているっていうのは、分かったのではないかなと思います。で、正常の場合こういって上下方向にその動きがあるとそれに合わせて目を上下方向に動かすっていうのがこのもう反射レベルで起こるということが分かっています。で、これを視運動性眼球運動というふうに呼んでいます。で、これは何もそのテストを人工的にテストした時にだけ起こるのではなくて、先ほどもちょっと言ったんですけれども、日常生活で本当によく現れる目の行動、目の反応です。例えば、電車に乗っている時に、外の景色を見ているとしましょう。私も今日、三島から新幹線に乗って東京駅まで来たんですけれども、外を見ると、その進行方向が前側だとすると、その進行方向とは逆側に景色が流れていくと思います。で、そういうのを見ていると、私たちの目はこの動きを追うように目がこう回転するんですね。まさにさっきのテストで見たような眼球運動が見られます。で、こういった眼球運動があることで視野が動いていてもそれを自分の目の見に一定の場所に留めることができる、そのブレを最小限に抑えることができるというような利点があるというふうに言われています。で、私たちはこれをゼブラフィッシュで研究しています。で、先ほどのしましまを動かした時のように、ゼブラフィッシュに対してこういった島が動かすような視覚刺激を提示してやった状態で目の動きを見てみるとこのようになります。今島は左側に動いているので、目が左側にゆっくり動いて右に戻る。左に動いて右に戻る。という非常に面、それ人間で見られた眼球運動にすごく似た反応が見られます。で、これはもうこの行動はすごくロバストのいつでも 100% ほぼ 100% の個体で見られるすごく非常に強い行動で、で目の、反応を見てやるとこういうふうになって、まず目が島を追従してそれが反対方向にパチッと戻るというサッカーの、でそれが繰り返されるというような目の反応が起こります。でも、そもそも一体どうしてこういった目の反応が起こるのかということについてまずご説明します。まずその視野が動いたということは目を、ということを目が感知します。で、動いてるっていう情報が脳に送られるわけです。で、ちょっとここポイントなんで覚えていただきたいんですけれども、目から脳に入る信号というのは必ず、反対側に行くということです。例えば、左目の情報というのは右の脳に入るというふうなことが必ずそうであるというのが、魚ではそういうふうに知られています。ですので、その左目で見た情報が、目で、受け取られて、その信号が右の脳に入るということは分かっています。で、どこかの何らかの脳領域にその信号が送られて、で、それが運動神経へ伝わって、で、さらにそれが眼球を動かす運動神経というのを活性化することによって、目がぐるぐる回転するという反応が起こるというふうに、大まかには考えられていました。しかし、この脳のどこの領域がその動きの信号を受け取っているのかということは分かっていませんでした。なので私たちはまず、ゼブラフィッシュの脳のどこの領域がこの動きに関する情報を受け取って、運動神経に伝えているのかということを、調べようと思いました。で、まず行ったのは、その脳のどこかの領域、を活性化して、人工的に活性化してやったら、こういった目の動きが人工的に得られるんではないかというようなことを考えました。
で、まずその目からの信号のどこに脳のどこに入っていくかということをまず、ご説明しますと、その先ほど言いましたように左目の情報というのは右の脳に入るということが分かっています。で、その脳の中なんですけれども、実はいくつかの領域に分岐してその信号が入るということが知られています。で、私たちは中でもその目からの情報を受け取っている場所というのの視外という場所と、その前側にある前視外というところに注目して、それぞれどういったその無理やり活性化してやった時に眼球運動が出るかということを調べました。じゃあどうやって神経を無理やり活性化するのかっていうことについてなんですけれども、近年の研究から非常に優れたツールというのが出てきて、それが光遺伝学と呼ばれるツールです。で、これもちょっと細かいことは、割愛させていただきますけれども、光を使うことによって神経の活動を上げるというツールです。例えば、ここに示しましたチャネルロドプシンと呼ばれるようなチャネルを神経細胞に発現させて、それはそのままでは何も起こらないんですけれども、ここに光を当てる。そうすると神経細胞が活性化する。そういうような非常に優れたツールというのが開発されてきています。で、私たちはこのチャネルロドプシンというのをゼブラフィッシュに発現させておいて、いろいろな部位を人工的に活性化することで眼球運動が起こる場所があるかどうかというのを探しました。そうすると、この前視外っていうところが重要なんじゃないかということが分かってきました。で、ここはその実験の結果を示しているんですけれども、このゼブラフィッシュはチャネルロドプシンというその光遺伝学の物質を脳全体で発現しているサッカーなです。で、そこでその左側の前視外というのをこの細い光ファイバーを使って光をそこだけに光を当てるというような実験をしました。そうすると光がつくと目が動くということが観察されました。もう一回繰り返します。で、その目の動きっていうのをよく見てやるとこういうふうになります。こちらは前視外を光遺伝学を使って活性化してした場合で、右目と左目の角度を測ったものです。そうすると光を当てて活性化した時に限って右目も左目も一緒にこうくる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 動くという非常に特殊な、そしてその眼球運動に、視運動性の眼球運動に非常によく似た反応が見られるということが分かりました。で、ここの場合っていうのは視覚刺激は全く与えてないわけですよね。なんですけれども、その視覚刺激に依存しないで脳のある領域を活性化したときに、その眼球運動まで、その一連の神経回路が活性化されているんじゃないかなというふうに考えています。で、一方で、その近くの領域なんですけど、視外というところを活性化した場合には、そういった反応は見られないということが分かりました。なので私たちが今考えているのは、この前視外というのを活性化することによって、それの下流の運動神経、そして眼球運動の制御というところまでが自動的に活性化して眼球運動をこう調節しているんじゃないかというふうに考えています。で、今まではその視野が回転する動きということについてお話ししていました。つまりこういうふうに回転するときは、この撮影している人も回転しているっていう、そういった視野の動きです。じゃあこちら側の動きはどうでしょうか。これというのは、私が前に歩きながら撮ったムービーです。この場合というのは視野が動きが変わるんですよね。その回転しているときは一定の方向に回転するのに対して、前に動いているときにはその1個のフォーカルポイントっていうのがあって、そこから放射状に
ものが動くというふうなことを見る。そういった情報があることで、また同じことになりますけれども、その視覚情報だけで自分がどういうふうに動いていたかというのを知ることができるわけです。で、ゼブラフィッシュもそういった、回っているのか前後に動いているのかっていうのを区別しているということがすでに知られています。で、回転しているときには目を動かすっていうのを今までちょっとお話ししていた通りです。で、一方で前後方向に視野が動いているっていうときにはまた違った運動を示します。で、このときは泳ぐ運動が引き起こされます。で、これをちょっとムービーでお示ししますけれども、これがその水槽で一つ一つの長い細長いのがゼブラフィッシュの稚魚なんですけれども、その視覚刺激はその水槽の下の底のところに提示してあります。そうするとその動きに沿ってゼブラフィッシュが泳いでいくという反応が見られます。でまた方向を変えると今度は下側の画面の下側に動いていくといったその遊泳行動がこの場合は起こるというわけです。で、ちょっと細かいことは割愛しますけれども、そのどうやってじゃあ、回転しているのか、前後に運動しているのかっていうのを区別しないといけないわけです。で、その時にもし魚が左目からの情報しかなかった場合、この場合っていうのは、回転、その時計回りの回転の場合も、前方向の回転、運動の場合も、全体的には前に行ってますよね。なので、この違いだけでは、この2つの可能性を区別することは難しいわけです。ただしもし右目の情報もさらにあるとすると、その右目で見ている情報というのは回転の場合は後ろで、で前方向の動きの場合は前っていうふうになるわけで、この動きっていうのは全く違うわけなんですね。なのでその目の2つの目の情報を魚が統合することができれば、視野が回転しているのか前後運動しているのかを区別することができるというふうに考えられます。で、こういった目の2つの目の情報がどういうふうに統合されているのかということについて次に調べました。そうするとその先ほどちょっとポイントっていうふうに申し上げたんですけれども、そもそもその左の目は右にしか行かないし、右の目は左にしかの脳にしか行かないというふうに知られていたんですね。ですけども、どこかでその2つの目の情報を合わせないといけないというふうに考えられたわけなので、私たちはこの前視蓋の神経細胞がもしかしたらこの片目だけじゃなくてもう1個の目にも反応するんじゃないかというふうなことを可能性を考えて、全部のこの前視蓋の神経細胞の活動を全部見てみようというふうに考えました。で、その神経細胞を活動を見るっていうのも、そのままでは見れないですね。その魚をそのまま見てるだけでどこが活動してたかっていうのを見ることはできないので、特殊なセンサーというものを働かせました。で、それがこのカルシウムセンサー G-CAMP っていうもので、と G-CAMP っていうものは、光るタンパク質に基づいて作られたものなんですけれども、神経細胞の活動が上昇するとカルシウムが上がることによってこのセンサーが光るという仕組みを使っています。ですので神経細胞の活動が上がると緑が光るというふうに光って見えるという原理を使っています。で、このセンサー G-CAMP を発現させた魚っていうのを使って、その魚にいろいろな刺激、視覚刺激を見せて、例えば右側だけ左側だけっていうものであったり、それを組み合わせて回転または前後方向っていう、そのいろいろな刺激パターンを作り出してやって、細胞が片目だけを見ているのかそれとも両目を見ているのかということを調べました。これが実際使っている実験装置で、このぐるぐるしているのが視覚刺激で、ゼブラフィッシュの稚魚はこのディッシュの真ん中にいて、でその上から顕微鏡でその活動を見るということをやっています。で、こちらがその実験のデータになります。
で、ここでお見せしているのはゼブラフィッシュの魚の脳のところで、ここが真ん中の線で左の脳、右の脳になります。で、これは先ほども言った神経活動を見ることのできるセンサーの G キャンプというものを発現しているので、このセンサーは一つ一つの細胞をラベルしている、マークしていると考えてください。そうすると、今からそのムービーを走らせますけれど、こういった視覚刺激が与えられると、一つ一つの細胞が、例えばこれとか、ピカーッと光るように見れます。というのは、何の刺激を与えたときに、どの神経細胞が活動しているかというのを大規模に網羅的に調べることができるという非常に強力な実験方法です。で、私たちはこれでもう非常にたくさんの細胞だから、1個体あたり500細胞で、全部で3000細胞以上からの活動データを取得して、もう非常に詳細な解析をすることができました。で、最後にこの研究からどういうことが分かってきたかというのを、まとめますと、最初そのポイントとして挙げた、左目の情報は右の脳に行くし、右目の情報は左目にしか行かないというふうに思っていたんですけれども、その反応を見てやると、実はこっち側の左側の右側の前視蓋というのは両方の目の信号を実は受け取っているということが分かりました。で、さらにこの両目の信号っていうのがここでもうミックスされることによって、視野が回転しているのか、それとも前後方向に動いているのかというのを、そこをもうこの時点で区別しているんじゃないかということが示唆されました。で、これまでの研究ではこの前視蓋っていうのは目からの情報を受け取る場所ということで、ただその目の情報を次のセンターにまあリレーするとかコピーを送るっていうような考えをされていたんですけれども、実際はもうこの目から脳に入った時点でかなり複雑な計算を行っているということが私たちの研究から分かりました。で、実際このどうやら前視蓋っていうのもお互いに連絡を取ってるんじゃないかということが最近の研究から分かってきています。で、こういったその目で見た情報がどうやって脳で解釈されているかっていうのは、私たちが使ったような小型で透明なゼブラフィッシュの脳を使うことによって初めて分かったのではないかと考えています。で、最後にまとめますと、私たちの研究は何に役に立つかということをちょっと考えてみたいですけれども、まずはその基礎の面で、その視覚っていうのをまだ分かってないことがいろいろあって、そのどうやってそれが脳が視覚を処理しているのかということについてもっとよりよく理解したいというふうに考えています。で、応用の面では、例えば脳が損傷することによって動きだけが見えなくなる、そういった症状がある患者さんとかがいらっしゃるんですね。で、そういった場合のどうやってそういう疾患が起こってしまうのかっていったことの理解だとか、またちょっと夢のある話だと、その工学のエンジニアリングの分野では、その最近その視覚を応用した技術っていうのに非常に注目がされていて、例えば自動車の自動運転などそういったものに視覚の原理っていうのが有用になる可能性があるのではないかなというふうに私は考えています。普段はこういった研究チームで研究を行っています。ご清聴どうもありがとうございました。